ノースポールはアメリカ合衆国アラスカ州中央部に位置する都市である。フェアバンクスの都市圏内、南東高、約2 0トルに位置する。人口は1778人。市はウェアザスピリットオブクリスマスライブズイヤーラウンドを歌っている。サンタクロースの家特によく知られているのはサンタクロースの家である。1952年に建てられたこの サンタクロースの家は世界中の子供たちからのべ100万通を超えるサンタクロースへの手紙を受け取り、また親たちから注文されたプレゼントを販売してきた。クリスマス前になると地元の郵便局は寄せられたサンタクロースからの手紙に対し同局の消し印が入ったクリスマスカードを返送する。ノースポールの郵便番号である99,705は サンタクロースの郵便番号とされている。また、市内には、サンタクロースレーン、セントニコルスドライブ、スノーマンレーン、クリス・クリングルドライブといった、クリスマスに関係の深い名のついた通りがいくつも存在する。市内の通りには、キャンディケインの形をした街灯が並んでいる。多くの地元企業も似たような装飾を施している。さらに、市内の消防車や、 救急車はすべて赤色で、パトカーはすべて緑色と、ここにもクリスマスに対するこだわりを見ることができる。ノースポールの位置ノースポールは、北緯64度45分4秒整形147度21分7秒、北緯64.75111度整形147.35194度、64.75111-147.35194に位置している。 アラスカ州中央部の主要都市フェアバンクスの南東、約2 0トルに位置している。北極点を意味するノースポールという地名であるが、実際には北極圏内ですらなく、北極点より2 7 0 0トル以上南である。アメリカが州国統計局によると、ノースポール市は総面積1 0 9トルである。そのほぼ全域が陸地であり、 水域は総面積の0.47%、0 1 k 平方メートルに過ぎない。ノースポール市は、ユーコン川の支流の一本である棚田中川の北東岸に位置している。川には、堤防が築かれており、町とは接していない。市の周辺には、ツンドラ製の湿地が広がっている。ノースポールの気候は短い夏と長く寒さの厳しい、冬に特徴づけられる。平均気温が、 摂氏10度以上となるのは6月から8月にかけての3ヶ月間のみである。また、内陸の盆地にあるため、気温の年角差が大きい。夏の日中は、摂氏25度を超える日もあり、フェアバンクス同様アラスカ州としては、高温な部類に入るが、冬の夜は、氷点下30度から40度を下回ることも、珍しくない。ペンの気候区分では、寒帯湿潤気候に属する。 以下は2004年時点での人口統計データである。基礎データ人、種別人高構生年齢別人高校生世帯と、家族収入と、家計ノースポールは1944年に、ボンブイ・デイビスが住み着いたことから始まった比較的、新しい年である。移住当時のデイビス一家の暮らしは、後に、息子のティーニール・デイビスの著書、バトリング・アゲンスト・サクセスで表されている。やがて、 ダールがすく開発会社がこの地を購入、分割し、この地にノースポールという名を付けた。このノースポールという名は、この地への玩具メーカーの誘致を狙って付けられたものであった。1952年には、市のシンボルともいえるサンタクロースの家が建てられた。1953年1月15日には、ノースポールは正式な市となった。 ノースポールは日本の岐阜県旧板取村と姉妹都市提携を結んでいた。板取村は2005年2月7日に関市に合併された。ありがとうございます。